私も少し本…ちょっとビリビリさせないとね。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょうか。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。ちょっとビリビリさせた。おとなしくしやがれ。この瞬間お前は…すごいね。ビリビリさせないとね。それ、しびれなさい。しびれさせちゃうわよ。それ、しびれなさい。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じた雷の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば、
外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから。突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。油断しちゃったみたいね。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休める。ああ、それは風の塊みたいなもんだ。休めると思ったら風たちの地にある東風の竜、トワリン、南風、それらはモンドの四方の風の。トワリン、それが人々に風魔竜と呼ばれる前、四方の風の中で彼は初めに自身の力を燃やし尽くして、多分に憎しみ、モンドに対する憎し、その憎しみを風よりも強い力にし。でも四風守護だったのに、なんで守るべきと。モンドの人間としてはこれを読むといいわ。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。の元素の流れも地脈騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた今後も入手するかもしれない。